得意げにつぶやいた。心配ないからと人の少ない褒めで下手くそに強かった。唐突に鳴り響く僕を呼ぶ別れの音、見慣れたその泣き顔もしばらくは見れないね。ああ声が遮られてゆく、身振り手振りで伝える。いてらっしゃいのサイン、少しずつ小さくなってく。全部置いたなら悲しくなんかないさと、イヤホンで閉じ込めたよ。